でも切ったら切ったで寒ってなるし、マジでめんどくさいわ。 マジでめんどくさいわこの気温ね。なんかさ、何とも言えないよね。なんか鼻だけ寒いもんだって。顔の鼻が一番出てんじゃん、人間。鼻が一番寒いもん。 鼻寒、鼻寒。鼻が高いからね。いやー、鼻が低い人はな、あんまりおらへんからね。みんな一番出てるやろ、ここが。ここが一番出てへん人はあんまりおらへん。いや、めっちゃ寝たいんよ。寝るつもりはないんよ。明日早起きやけんと思って、寝んとこうって思ったらしっかり寝てしまったもん。最悪やらかした、マジで。やらかしちゃったよね。マジでやらかしちゃったもん。夜絶対寝られへんやん、明日早起きやのにさ。もうさ、やっちゃったよね。いや、マジでしっかりと眠くて、しっかりと爆睡してましたね。ちゃんと眠かった、ガチで。そうなの、仕事を終えて寝てしまったよね。シンプルにしっかりと、別にベッドで寝たわけじゃないよ、そこで寝た。寝ちゃったよね。3時間ぐらい寝たよ。しっかり爆睡してた。まあ朝さ、普通にもう昼寝じゃないけどね、昼前に起きたからさ、あれやね、昼ぐらいに起きたから昼寝じゃないんですよ。昼寝って昼過ぎてから寝ることを言うじゃないですか。午前中に寝てたからさ、一仕事終わってそのまま寝たんですよ。普通に寝ましたね。眠いですからね。しかも別にさ、もうさ、なんかぼーっとしてたっていうのもあって、別にやることもないけんさ、ご飯食べてぼーっとしてたら寝とったっていうね。でも昼過ぎてからね、寝てないです。普通にめんどくさーと思いながら自炊もしたし、ちゃんと昼飯作って、晩飯はまだ作ってないです。これからショールームしたら作ろうと思って。まだね、夜ご飯はね使ってないですね。まあね、昼ご飯食べたのがめちゃくちゃ遅かったから、昼ってってか、もはや3時のおやつレベルだったんで、食べた時間がね、結構いっぱい食べたので、まあ全然お腹空いてない。だからショールーム、なんか作ってだとさ、今からまた作るとさ時間かかるやん。だからショールームするの遅なるなと思って、だったらショールームピピってやってしまってから
ゆっくりね、ご飯作った方が そう。いいなぁと てかさ、りんちゃんのハガレンさ、めっちゃ見に行きたいんだよね。3月とかだっけな。なんか最初大阪公演、12月の18ぐらいからかな、やって東京公演らしいんやか。私ハガレンね、原作は読んでないねんけど、アニメなんだけど見てたんですよ、ずっと。ハガレンは、そう、ハガレンはずっとね、よ、あのなんだっけ、月刊ジャンプだっけな、ハガレンって連載してた。そうそうそう、読んでて、見てて、アニメ好きなお話なので、それにりんちゃんが2.5次元か、あれは舞台出るって、ええー、ってなって、すごい。でもね、私ね、ハガレン映画あったじゃないですか、実写あって。なんか今度さ、またさ、いつかにさ、第2みたいな、第2弾みたいなのやるじゃないですか。でもね、実写はね、残念ながら見たことないんですよ そう、見たことがなくて、ちょっとあれなんですけど、アニメは見てたので、すごい面白いお話じゃないですか。だからすごいね、それでりんちゃんが出るってなってたから、そう、見に行きたいなと思って。予定が合えばやねんけどな。ちょっとそんな先の予定は知らんから、なんなら来月の予定も知らんし 先の予定は分からへんから言えへんけど、タイミングが合えばね、見に行きたいな。ちょっと会えばいいねんけどな。どうなんやろ、分からへん、会うかなって感じやけど。あー、地道な走り屋さん、花火タワーありがとうございます。ありがとう。ふるさと応援大使おめでとうだって。ああ、ありがとう、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。そうだからね、見に行きたいの。私ね、もう全然ね、最近舞台とか人の見に行けてなさすぎて、本当はね、大西のも見に行きたいなと思っててんけど、大西のってさ、ダブルキャストで出演回数が少なかったじゃないですか。予定合わなくて行けなくて。そう、だからね、もう全然最近人の舞台見に行けてなくて。もう一番キンキンで見たやつってさ、奈々さんの「マギ」の2.5次元のやつ、あれを見に行って、あれはね、ちょうど予定が空いたんですよ。そう、ゲネの日に、ゲネプロ見に行ったんですけど、本当はゲネじゃない日に見に行く予定だったんですよ、確か。でもゲネの日仕事が入ってたんですけど、なくなって、見に行けるっていうのになって、じゃあゲネの日でって言って見に行けて、そう、めちゃくちゃ良かった。めっちゃ、とりあえず奈々さんの歌声がえげつすぎて、めっちゃ素敵やった。もうマジでやばかった。モルジアナっていう役だったんですけど、めちゃくちゃ歌声も、なんかミュージカルだったからめっちゃ歌ってらっしゃったんですけど、めちゃくちゃ良かったし、奈々さん、私奈々さんの舞台見に行った時めちゃくちゃショールームで語ってんけど、奈々さんモルジアナめちゃくちゃ合ってた。そう、なんか奈々さんの声質的にもちょっとモルさんに合ってたし、そう、モルさんってちょっと声低いっていうか、なんて言ったら、こう結構こうドーンっていう感じなんです。ドーンっていう感じの可愛い感じ。ちょっとね、まあモルさんのあれ、アニメのやつ聞けば分かると思うんですけど、でもすごいね、雰囲気ね、めちゃくちゃ合ってたし、そう、
あとアンサンブルの人たちももうすごかった。なんかアンサンブルの人たちって何役もやってたりとか、あとミュージカルだからダンスとか歌とかすごいいっぱいあったんですよ。でこう結構いろんなあのウーゴくんとかさ、このなんていうの、映像でやってたりとかしてたからすごい大変そうだったけど、でも迫力すごかったし、みんな歌がすごい上手くて演技もめちゃくちゃ上手くてめっちゃ良かった。そう、あそこでやってたよね、あの天王洲でやっててんけど、めちゃくちゃ良かった。そう、めっちゃ良かった。もうね、シンプル、あれ携帯どこ行った、あったあった。そう、めちゃくちゃね良かったんですよね。まあ見た人ならわかると思うねんけど、すごい良かった。なんか今まで 2.5 次元ってこう見に行ったことがなくて、そう 2.5 次元をあんまり知らなかったんですけど、え、いいなーってね思いました。ハガレンだから見に行けたらめちゃくちゃ見に行きたいねんけどね、どうなんだろうね、見に行きたいな。ただそんな先のスケジュールは知らんでも3月とかやったら自分の誕生日近いな。わー、24歳になっちゃう、キャー、24歳。キューティーハニーも 2.5 次元、そうそうそう、あれも 2.5 次元です。私はあれしかやったことがない、 2.5 次元は。そうだからね、めちゃくちゃね、 2.5 次元ってね面白いね。なんかなんか 2.5 次元、私アニメとか大好きだから 2.5 次元もねすごい興味があったんですけど、でもねなかなかねあんまり見に行くことがなくて、メンバーとか出てないとあんまり見に行こうとかって思わんくて。そう、でも自分の好きなアニメとかの 2.5 次元だったらね見に行ってみたいなってすごいね思うんですよね。まあ、舞台見るのすごく好きなので。そうそうなの、見に行きたい。なんか本当はそう、あの呪術廻戦の 2.5 次元もあったんですよ。なんかパンフレットが入ってて、その会場にあのマギ見に行った時にめちゃくちゃね見に行きたいなとかって思ったんですけど、行ってないですね思っただけで終わっちゃった。そう、なんかねいろいろとね、そう 2.5 次元とか、あ、弱虫ペダルも 2.5 次元ありますね。いろんな人がやってるよね。何代目とか、ハイキューとかもすごい、何代目とか、テニプリも 2.5 次元、なんか何代目とかでいっぱいやってるイメージがある。あ、あと通り部もね 2.5 次元やってましたよね、そういえば。なんかあのさ、ああいうのって 2.5 次元の舞台とかさ、こう YouTube とかでさ上がってるじゃないですか。あのなんだろう、あのゲネプロのさ記者の人たちの映像みたいなんでさ、ちょっとこう見えたりするじゃないですか。通り部のやつのねそれ見たらめちゃくちゃマイキーとかドラケンとかすごい似てた雰囲気、すごいなんかアニメにがこう寄せて演じてらっしゃるのかなみたいな思ってね、めちゃくちゃそうわーって思った。そうそうそう、2.5 次元全然見たことないんだけどね、見てみたいなともすごい思う。なんかこうやっぱさ、実写とはまた違うじゃないですか、舞台なんで。生ものの良さっていうのもさありますよね。そのやっぱ映画とかになるとさ、やっぱ CG とかさ、こう場所使ってこう壮大に実写はできるけど、でも舞台って限られたものでやってるから、それはそれでねすごくなんかこの普段実写の映画とかとこう使うものを、なんか舞台は生ものだから舞台で限られたものでどう表現するかとかすごい面白いんですよね。あ、こうやって表現するんだとか、そういうのもねすごく面白くて 2.5 次元ってがねすごい興味あるんですけど、なかなかねいつも見に行かないんですよね、行けないっていうか。あとね、そういう人気なものはすごく倍率が高いんですよ。やっぱり演じてる俳優さんたち自体にもすごく人気があるっていうのもあるし、そもそもその
ストーリー自体が人気がある、その通り部とかハイキューとか弱虫ペダルとか、もうその原作自体がすごい人気じゃないですか。そうだからね、それ自体でねすごい本当に即売り切れとかめちゃくちゃやばいですよ。超早い、え早いやつとかもう即売り切れとかですよ、うん、めっちゃ多分ね初日と千秋楽なんて秒で多分売り切れる。そう数日とかでわあるんだとかって調べても、いやマジでほとんど、うん、あの空いてないぐらいめちゃくちゃ人気高いです。だからこう行きたいなって思っても、正直私も職業柄先のスケジュールがわからないです。ぶっちゃけ言えば1週間後のスケジュールなんて知らないんでどのタイミングで仕事が入ってくるかってわからないし、そう取ったとして行けなかった場合ショックじゃないですか。決して舞台って安くないし、そうだからなんかこう予定がわからないから取れないし、かといってじゃあ刀剣があるかって言われたらないんですよね、人気なので。だからねなかなかねそういうの見に行きたいなとかっていつも思っても合わなくていけないことがね本当に多い。そうだからねなかなかね難しい、うん、なんか例えばメンバーが出てるやつとかだったら、まあゲネプロに見に行けなかったとしても本番のこう期間中とかだったら、まあ普通にお金払ってこうなんか見に行けませんか、空いてますかみたいな聞いて、空いてたらあじゃあ撮ってもらえますかとかできるじゃないですか。メンバーが出てるやつとかだとそのあっちの制作さんに聞いてもらってとか、けどそうじゃないやつはそれもできないので、そうそうそう、うん、もうあの行けなかったらいけないって感じで、なかなかね行けないんですよね。でも行ってみたいな、やっぱりねあの 2.5 次元とか見に行ってる映画とか聞いてやっぱ面白いよってやっぱ言いますね。うんうんうん、そう面白いよとかってねやっぱり言われるから、そうとっても一回は見に行ってみたいなと思うんですけどね、見に行ったことはないね。そうでもハガレンだから見に行きたいのよね、リンちゃんのやつめちゃくちゃね倍率高そうだから、行けたら一番いいのは多分ゲネやると思うんですよ。絶対にメディア用にゲネは絶対やるんです。ハガレンみたいなあの有名な作品をだって大々的にあの記者会見みたいにやってたじゃないですか。だから絶対ゲネはあって、大阪でもあるだろうし多分東京でも絶対ゲネはやるんですよ。そのゲネに一番行ければいいんですよ。お客さんも入らなくて来る人ってみんなこうねその関係者の人だったりメディアの人たちばっかりだから、そう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 一番それに行けたら席とかもあの全然多分取れるし、一番それがね安全なんですよね。なんだけどその日程ってゲネってそこしかないから、もうその日程が空いてなかったらね終わりその日程がね空いてなかったらね終わりなんですよね。基本的私たちは結構ゲネを見に行くことが多いんです、やっぱりね。どうしてもね職業的にっていうのもあって、そうできればゲネでお願いしますみたいな、とかものによったらゲネしか招待がないものとかもあるので、ゲネ見に行けたらいいな。わかんねえなその先の先のスケジュール。でめちゃくちゃ見に行きたい、超楽しみゲネよりも本番なんちゃら絶対に舞台の仕上がりはいいけどね。だってあ、まあそらねそらね、しかもゲネってさ、まあ大体そのまあなこんそのハガレンは大阪公演が先だけど、大体初日なわけじゃないですか。初めてこうやるって感じだから一番緊張するんですよ。
そう、それもお客さんが入ってやっぱり自分手拍子だったりこう拍手喝采なんちゃらもらってた方がそれも役者的にも多分テンション上がりますしやりやすいとは思いますし、1回目なんで緊張するのはねあれなんで別にいいんですよ。だってゲネで失敗したとて初日ではないので そう、でもまあ見れるに越したことはないので、そのゲネだから役者が力抜いてるってことは絶対にないので、そう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 、ゲネもゲネでいいと思いますけどね、私はすごく好きです。ただそのゲネの場合はね、その反応が薄いんですよ。やっぱ記者の方だったりとかこう観覧してくれてる人たちのあれが違うので、やっぱりね普通にこう初日迎えての方がやっぱりそれ笑いも起きますし拍手も起きますし手拍子もありますし、リアクションが違うのでね、その感じのこの役者のこのテンションの乗り方はやっぱり違う、上がり方としたら普通にその公演期間の方が上がるっちゃ上がるだろうなとは思いますけどね。でも演じられしてる側からするとゲネだから力抜いてるとか初日だから先週だから疲れてるっていうのはないです私はね。ただそのゲネは緊張がすごくしてるっていうのはめちゃくちゃあります。ゲネはもう本格的にちゃんとやる一発目の舞台なんでめちゃくちゃ緊張はします。はい、私は緊張します。ゴリゴリにゴリゴリに緊張します。緊張し舞台で緊張しないことはない コンサートより緊張するもん。やっぱセリフ忘れないかがすごく心配になる。そう、出てくんのかなセリフとか、その辺もねすごく心配しますね。特に中日が一番心配します。こう何回か公演重ねてきて自分がだいぶ慣れてきてるので、やっぱ慣れてくるとどっかでとちったりすることがやっぱり増えてくる。人って慣れるととちりやすくなってくるので、やっぱこう初日とか千秋楽日はやっぱ気が引き締まってるのでそういうことはないと思うんですけど、中日が一番こうとちりやすくなるっていう、こう慣れてきてるからっていうのがあって、一番そこがね充電がねとかだと思うんで、てか15分経った？よしっていう感じ そうっていう感じですね。そう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 、めちゃめちゃくちゃ緊張する舞台は正直 めちゃくちゃ緊張する。コンサートも緊張するけど緊張の仕方がだいぶ違うかも。ずっと緊張してるわ舞台は。あんまり緊張しないことはないですね。イエーイって感じはあんまない コンサートはイエーイって感じだけど舞台はあんまそんなことはないな。あとまあ、演じてるものによるかな。とりあえず演じてるキャラクターにもよります。あとそのストーリー的にもその重いストーリーだともうより層重くなっちゃうから余計にねあれですし、まあ、コメディある程度のコメディだったら楽しい笑いな感じですけど、そう真面目なやつとかはねより一層ね噛んじゃったりとかすると流れ止まっちゃうから。コメディだったらさ、そのさ、噛んだりとかしてもさ、こう笑いに変えられたりするんですけど、何にもできないからね。そう。もうより一層そういう役は緊張しちゃ
舞台から刺激されることも、舞台から刺激されること、え、どういうこと、舞台から槍なんか降ってこないけど。槍なんて降ってこんけど。どういうこと？でも舞台はね、人によるけどね、舞台やってて病むメンバーは病みますね。あ、勉強になる。いや、そらなりますよ。だってもう普段私たちが本業でやってる世界と全然違う世界ですもの。すごく勉強にもなりますし、すごく落ち込みもしますよ、もちろん。自分のできなささというか、うん、やはり人と比べて、あ、ダメだなって。やっぱりこう本業でやられてる方々にはやっぱりね、経験数がね、あれもう本当に経験数が全然足りないので、そう、やっぱりね、こう勉強にもなるし、刺激を受けすぎて病むね。いや、結構メンバー、それこそ舞台とかね、あの、病むメンバー多いですよ、めちゃくちゃ。エイトのメンバーだけでやってる舞台でも病んでるメンバーは病みますからね。周りがみんなメンバーだったとしても、やっぱり病むメンバーは病みますし、外の舞台で余計に刺激受けて病むメンバーは病みます。うんうんうん、やっぱ普段と違う環境すぎてっていうのもありますね。うん、ブリストホールの時のユリナさんの演技さ、ブリストホールって何やったっけ、とかブリストホールってどこやっけな、てかブリストホールって何のやつやったっけ、何のやつですっけね。何のやつですっけね。演目思い出せんのかい、なんでやねん。もやもやするがな、もやもやするがな。あ、築地のやつ、めちゃくちゃ初期のやつやん。え、めちゃくちゃ下手くそやったやん。めちゃくちゃ下手くさいで、あんな、だってあの舞台、あの辺って舞台初めてやったとか2回目3回目とかやろ。うん、あそこの築地のやつはね、だいたい初めてやった、2回目やった、3回目やったぐらいの時にやってた場所だから、めちゃくちゃ下手くそ。まあ、今がね、上手になったかって言われたら知らんけど。自分は上手くなったと思わんし、自分は、うん、下手くそだなって思う、すごい。今までの舞台の台本撮ってるよ、撮ってる撮ってる、段ボールの中入ってます、ちゃんと保存しております。ライブエアラインはだいぶ刺激受けたんじゃない、あ、もう刺激受けたというか、もうライブエアラインやってる時は、あの、人生で初めて、こう今まで周りのメンバーとかが舞台やって病むとか、舞台やってこうすごい落ち込むことが多いってなってたけど、私今までそんなことあんまなかったんですよ。こう舞台をやって辛かったことがあんまりなくて、そのなんか自分ができないなとかっていうのはあったけど、そこまでもうすごい落ち込むってことはなかったですけど、ライブエアラインは始、まあ舞台やって、まあそんなそこまでだったですけど、数回目だったですけど、3年前とか4年前とか4年前とか5年4年前とかですけど、あれやったの、もう毎日病んでましたよ。毎日病んでました、毎日泣いてました。泣かない日はなかったですね。毎日泣いてましたし、なんだろう、なんか今までで一番セリフも喋らなかったし、やることもなかったんですけど、セリフはなかったんですけど、うん、こうなんだろう、歌とダンスがあったんですけど、歌は得意ではなくて、今よりもっとほんと下手くそだったし、ダンスも普段私がやってるアイドルのダンスではないダンスすぎて、
もうそもそもなんだろう、ジャンルが違いすぎて難しくて、あと共演させていただいてる方がとりあえずすごい人たちすぎて、そう、もう周りがすごすぎて、ほんと自分が場違いでしかなくて、本当に毎日泣いてましたね。とりあえず何やってもうまくできなくて、めちゃくちゃ練習もしましたけども、あとリッセンと一緒にやったんですけど、もうリッセンは主役の次ぐらいの役だったんですよ。あれすごいセリフもあったし、歌もあったし、ダンスもあって、でもすごく歌もうまいし、ダンスもうまいし、演技もうまくて、その中で私が本当にできないのがすごく一人だけもう悪目立ちがしすぎちゃっててっていうのもあって、毎日泣いてましたね。辛かったなっていう思い出が強いですね、あの舞台に関しては。すごい周りの人も優しかったんですけど、すごい楽しかったですけど、その分一番毎日が怖かったですね。そう、あとにも先にも今んとこ一番大変だった舞台、ミュージカルですね、あれは。ミュージカルでしたね、あれが。そうですね でも舞台は嫌いにならなくてよかった。さあ、嫌いになったか嫌いになってないかは秘密ですけど まあミュージカルはあんまり、そうですね、そこまで。まあこの前、ちょっと前にやらせてもらった、なんだっけ、ザ・ショータイム、まあ一応ミュージカルっていう体で一応私もちょっとだけ歌わせていただいたんですけど、まあライブエアラインの時に比べたら一生懸命堂々と頑張って歌わせてはいただきましたけども、ダブルキャストだったんですよ、私は千織さんと。そう、ダブルキャストだったんですけど、そうですね、歌もね、ありがたいことにね、歌がある役をさせていただきまして、一応新キャラだったのでそれなりの役だったんですけど、それなりにセリフも多く喋らせていただいて、今までで一番セリフ量は多かったかな、あれが多分。今までで一番多く喋らせていただいたんですけど、そうですね、まあなかなかでも上手に歌えなくてって感じはすごくありましたよ、もちろん。やっぱダブルキャストっていうのもあって比べられるじゃないですか、ダブルキャストで。どうしても大体こう片方、私の方だけしか見ないっていうファンの人もいれば、ちょっと相手役の方も見たいな、どういう雰囲気だろう、やっぱキャストが違うとその舞台の雰囲気ってだいぶ違うんですよ。だから結構ファンの人の中でもどっちも見に行くみたいな人も結構いたりとかしてて、まあ実際にでもね、歌はね千織さんの方が良かったと実際言われたりもしたんですけど そう、まあね、とも言われたりも、まあ、しましたけども でもとりあえずすごむことなく一生懸命頑張って歌わせてはいただきました、自分なりに。はい、あれはあれですごい楽しかったです。結構周りの人は結構先輩だったり、マリアだったり同期だったりとかいたので、すごく心的にはとっても頼もしかったです。誰もいない、知ってる人がいないっていう環境ではなかったので、とても頼もしかったです。
まあでもあんまりね関わることがなくて、こう楽屋もバラバ、同じ空間なんですけど仕切りがあって、こう通らないとっていう感じだって、リハの時も稽古が端と端だったんで全然絡めなかったんですけど、まあでもやっぱね、いてくれるいてくれないでだいぶね、だいぶやっぱ心持ちはね違いました。やっぱ同期がいると安心しますね。こう実際絡む、あれ？リップがない。実際ね絡むことは少なかったんですよ、マリアとね。そうそう、役的にもだったんですけど、やっぱり気持ちはだいぶね違います。久しぶりの演技だったですしね、私もこうマジ無理学園ぶりだったんかな、あれが。そうそうそう、だから結構ねやっぱね期間がだいぶいろんなものに対して、ね、空いてたんですよ、演じるということに対して。でしかもちょうどあの舞台がちょうど忙しい感じの引き続きだったので、そうしかも私に関しては急に決まったので、そう千織さんのそうダブルで急に決まったので、こうなかなかあれだったんですけど、でもすごいね楽しかったですよ、あれはあれで。そう、でもすごいなんかファンの人にもよくゆりなちゃんは意地悪そうなクソな役が合いそうみたいなのよく言われるんですけど、すごいそれに一番今まで演じさせてもらったものの中で、一番近かったんじゃないかなっていうふうには思います。はい、一番ちょっと性格悪いというか、まあ根はねとってもいい子だったんですけど、私が演じた瞳子ちゃんは。そう、結局最終的にはねとてもいい、そこまで憎きで終わらなかった役ではあったですけど、今まで一番ファンの人が似合うだろうって言われてた役に前半戦はすごく近かったんじゃないかなっていうふうに思います。すごい嫌味な感じの役だったので、そうそうそう、そう。 まあいつかはじゃあ次に皆さんがよく私に言ってくださるコメントで、次に多いのがヤンキー、まあね、エア暖房つけたらめっちゃ喉乾燥する、声ガスガスになってきた、ヤンキー役がすごく似合うだろうってよく言ってくれるので、なんかまたマジムリ学園とかマジスカ学園みたいなやつ、エイトだけでやったマジムリ学園、先生役だったんですね。しかも超ヘナチョコな先生役だったですし、なんかむちゃくちゃテンション高かったし、なんかあれはあれで大変だったんですけど、まあでもすごく楽しい役ではあったんですけど、そうそうそう、なんで逆にね生徒役やってみたいですね、マジムリ学園的な感じの。まさか先生役に回されるとは思わなかったですけどね。エロ先生引き継ぐハレンチ先生だったんで、そう、そう。でも私すごく思うのが、ヤンキー役はね、顔はヤンキー感出せたとしても、顔がヤンキー感出せたとしても、ヤンキー役は私すごく難しいって思ってて、なんでかって言ったら、ヤンキーってわかんない、私が見るそのヤンキーというものがちょっとわかんないですけど、私が想像する、まあ、ヤンキーはクローズだったりとか、ああいう、ヤンキー、私の中でもヤンキーイコールもクローズしか出てこないんですけど、こうなんだろうな、まあ戦闘シーンがあるわけじゃないですか。まあそれこそマジスカ学園でも戦闘シーンというか戦いのシーンがあったと思うんですけど、ああいうシーンが一番難しい。なんかこう強い強キャラとかだと何にも言わずにシュッとかバンって倒せたりするじゃないですか。でもこう
そこまで強キャラじゃないキャラクターだったり、まあ、特に弱いキャラクターって弱い人ほどよく吠えるって言うじゃないですか。結構こうオラーコラーみたいな言うじゃないですか。わかる？この戦う時に声って言うんですかね、かかる時のあの舞台あのキスバイエイトの時にものティボルトって役やらせてもらったんですけど、ティボルトとあのあれなんだっけ、魔球賞だっけ、ベボリオだっけ、魔球賞かと戦った時とかちょっとやったんですけど、なんかオラーみたいな、コラーみたいなやつ、あれが私本当に苦手で、あのなんだろう、あの掛け声が死ぬほどむずいんですよ。そうちょっとね、そのキスバイエイトでもあの戦うシーンでやらせてもらったんですけど、そういうのがすごくヤンキー役って結構重要になってくるじゃないですか。そうあれがねすごく難しいなって個人的に思ってます。あの掛け声一つで超弱く見えたり、ま、弱いキャラだったら別に弱そうな、オラコラが弱そうに聞こえたとしても別に弱いからいいんですけど、ある程度のキャラでオラコラが弱いと、弱く聞こえるとなんかえってなりません？すごい強キャラになると別にオラコラも言わないじゃないですか。なんか普通にシュッシュッシュッパーンみたいなんで倒せたりとか、こう特にリリーとかってオラコラなんて言わないじゃないですか。そうだからそれがねすごくやってみたいんですけど、ちょっと難しいなってやっぱり思います。そこの対しての迫力と言いますか、一応声の圧というかがすごく難しいなって、あのティボルトをやった時にすごい思ったんですよ。まあ、とても難しいんですけどね。そうだからなんかそうやってみたいけど超難しいなっていうのは思いました。しかもティボルトなの一瞬しかやってないから数分の盾しかやってないから、そうこれをいっぱいやると難しいんだろうなっていうのはねすごく思ったんですよ。なんかやるなら強キャラがいいな有無も言わず戦う、倒せる役。とか、うーん今見たらビジュアルがヤンクミヤンクミ大好き、見てたよめっちゃ、チャーチャーシャッ、こうやってシュッシュッっ てめちゃくちゃ強いねんな。マジっすか、激辛似合うかも。私激辛さん大好きなんですよ。魔術科学園で一番好きなキャラは激辛さんです。めちゃくちゃ好き。私激辛さん、魔術科学園をその AKB 入る前から見てたんですけど、魔術科学園すごく大好きで、魔術科学園を見て松井玲奈さん好きになりましたもん。はい、好きになったきっかけは激辛さんです。めちゃくちゃ最高ですごい好きめちゃくちゃ演技が上手くて、なんかあの怖い感じというか最高な感じ、めちゃくちゃすごい引き込まれる役でしたね。なんかあれはすごく難しそうって個人的に思いました。そうあとやっぱねえ怒ってるっていう役、あのセリフはとてもいいですね。そう一番、うん、好きな役でした。うん、あとあの甘口になった時に怒っちゃダメって言ってめちゃ可愛かっためちゃ可愛かった。そうめちゃくちゃ可愛かった。私あれで松井玲奈さん好きになったんですよ。それまでねあんま特にだったんですけど、めちゃくちゃ演技うまくて引き込まれてしまった。そうあ鳥かごさんも、あ鳥かごさんは好きですよ、もともと小島さんが好きですよ、もともといいですよね、見えたって言ってカウンって。そうねめちゃくちゃ可愛かったね、耳元でね、ささやくんですよね。
ちゃくちゃいいですね。そうですね、もうゆきりんさんしかいらっしゃらないですね。確かに確かに。それも激辛さんはね、大好き。いやー、初めて見た時怖かったな、めっちゃ激辛さん。血のりびっちょびちょの傘持ってますもんね。あそこの2人、あのなんだっけ、歌舞伎シスターズボコボコにされてるやつとかね、めちゃくちゃ怖かったわ。こうやってカカ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 ってさ、傘をさ、こうなんか、あのなんていうの、穴の開いた道路のやつあるやん、あそこでさ、カタ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 って歩いて、こうやってもうびっちょびちょくっつくちょのやつも怖えと思っためちゃくちゃ怖かったよ、初めて見た時。怖いなこのキャラクターって思ったけど、めちゃくちゃ演技うまかった、めちゃくちゃ好きでした、ね、あと指原さんに鼻鉛筆してるやつとか超怖かった。こうやって押さえてパキッてなって、めっちゃ笑顔なの、めっちゃ笑顔で鼻に鉛筆突っ込んで、怖かった、めちゃくちゃ怖かった。でも私もうさ、いや本当に刺してはないんですけど、途中でさ、こうアングル変わってさ、指原さんのうわーっていう声だけだったけど、めちゃくちゃね、もううわっと思って、もうふうえってちょっとギャグうえってなっちゃった。私はそう、もう若かったから、うちだってそう見てたの、いつよ、若かったよ、中学生とか小学生とか、中学生かな、中学生ぐらいだったかな、あれあったの。え、だからそう、めっちゃあのもうね、松井玲奈さんの演技もやばかった、マジで最高、笑っとったよね、めっちゃ笑顔。いやー怖かった、怖かったよね。いやめちゃくちゃ面白かったわ、でもすごい大好きだった、強かったしね、一番大好きでした。ではもうやばいやばい、もう1時間経つわ、やばい、終了しよう。私まだ晩ご飯作ってないのにな、早く晩ご飯作らないと、晩ご飯作るのに時間かかるんですよね。そう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 、1時間ぐらいね晩ご飯作るのに時間かかっちゃうからやばい、遅くなっちゃう。明日早いからさっさとね、風呂入ってさっさと寝ないといけないんで終了します、そろそろ。13位大木雅之さん、12位シガーさん、11位シンドさん、10位ハルタラさん、9位アカヤンさん、8位ナッティさん、7位ジェリーさん、6位ヤキヒコさん、5位ヤングさん、今日もワンショットサインに当たるようにだって、お祈りしてくださいだって、イエー4位サーマサさん、3位チカイシーさん、2位メトロポリスさん、そして今日の第1位はアジミチダンスヤさんです。ふるさと応援大使おめでとうだって、ありがとう。おめでとうかわからんけど、そっちまでしか読めんけど、ありがとう。そして地道な走り屋さん、花火タワーありがとうございます、ありがとう、イエーイ。はい、というわけで明日早起き頑張りますというわけで、そうね、はい、うん、そんな感じで、あ、明日の13時までなんで、皆さんオンラインお話し会のほどもよろしくお願いします。今週末オンラインお話し会ありますよね。今週末のやつはもう販売終わってるもんね、だってなんかさ、あれ次何が最後っけ、11月の頭のやつのさお話し会はもう終わったよね。11月3日の話し会はもうね終わってるんよ。だから次いつの話し会、12月の末のお話し会からだね。うんうん、なんでよろしくお願いします。はい、じゃあそんなわけで私はこの後晩ご飯を作りたいと思います。頑張って作ります。それじゃあ皆さん今日も見ていただきありがとうございました。またねー、バイバーイ。